メアリー・ベル事件。メアリー・ベル事件は1968年5月から7月にかけてイギリスで発生した殺人事件。11歳の少女が3歳と4歳の男児を殺害した。マリー・ベル事件とも言われる。メアリー・フローラ・ベルと友人のノーマ・ベルが関わった事件で、両者は同性で隣同士であったが、血縁関係はなかった。ノーマはメアリーによって、 犯行後の現場を見せられたり、説明を聞かされたりしたが、犯行には加わっていない。1968年5月25日、4歳の男児を考察。子供の力で締めたため、後が残らず、事故死であると決定された。メアリーはこれに反発し、保育所を荒らし警察に対し、挑発的なメモを残した。 その後もメアリーは遺族を嘲笑したり、犯行現場を描いて見せるなど露骨な行動をとったが、虚言癖があるため深刻には捉えられなかった。7月31日、3歳の男児の考察死体が発見され、微弱な考察は後から少年犯罪の可能性が浮上。これまでの聞き込みや本人の行動からメアリーが疑われた。 メアリーの虚言癖はここでも捜査を混乱させたが、ノーマの証言によって、犯行の経緯や物的証拠の隠し場所などが判明し、逮捕となった。メアリーは取調べ官に暴力の楽しみを語るなど、サディズムの傾向が強くあった。劣悪な家庭環境などが、犯行の原因とされたが、詳細は不明。母親のベティは売春婦をしながら、未婚のまま17歳で、 メアリーを産むが、ベティは娘に愛情を抱かなかった。ドラッグの乗用車でもあり、メアリーがそのドラッグを誤って服用し、生死をさまよったこともあったという。ケーフのビリーはベティに養われ、一家はベティの稼ぎと生活保護で暮らしていた。ベティからは、ビリーを、おじというようにしつけられていた。父親となると、生活保護が減額させられてしまうからである。後半は、 1968年12月5日に、ニューカッソルの巡回裁判所で開始された。イングランド法においては、10歳未満の児童は、善と悪との識別ができないとされ、いかなる刑法上の犯罪も犯すことができない。10歳、以上14歳未満の場合、善と悪との識別ができないと推定され、いかなる刑法上の犯罪も犯すことができない。しかし10歳未満と異なり、 これは推定であって、訴追側が証拠により、善と悪との識別ができていると立証することにより、覆すことができる。なお、日本法においては14歳未満の児童は、刑事責任能力がないと規定されている。12月17日、メアリーは、誤殺の罪で有罪判決を受け服役した。ノーマベルは、無罪となった。恋のある殺人である暴殺ではなく、 恋のない不法な殺人である小殺で有罪になったのは限定責任能力の抗弁が認められたから出る。1957年の殺人罪法により殺人罪を犯した者がその行為に対する心理的責任を実質的に禁じるような精神障害にある場合、暴殺ではなく小殺になる。1977年にメアリーは仲間のアネット・プリーストと共に 刑務所から脱走するが、3日後に捕らえられた。1980年5月14日に出所。名前を変えて生活していたが、子供の成人を機に実名に戻り、1998年に自伝、魂の叫びを出版した。ありがとうございます。